新新藤藤金金彦彦君民民主国のの声でございます、えー、本日は質問の機会をいただきまして、委員長、理事の皆様方、委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。第12次の地方分権一括法案の審議に当たりまして、えー、まず地方分権改革の経緯を振り返りたいというふうに思います。えー、地方分権改革は、平成5年6月の衆参両院におけ,おけます この地方分権推進に関する決議に端を発し、平成7年5月の地方分権推進法、平成11年7月の地方分権一括法、平成18年12月の地方分権改革推進法、平成23年4月の国と地方の協議の場法、そして平成23年4月の第1次地方分権一括法の成立と続いておりまして、今日に至っているわけであります。そこで約30年前の 参議院におけます地方分権推進に関する決議、これを少し振り返って、私は朗読をしてさせていただきたいと思います。第126回国会であります、平成5年6月4日の参議院本会議における決議であります。地方分権の推進に関する決議、今日さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除し、国土の均衡ある発展を図るとともに、国民が等しく、 ゆとりと豊かさを実感できる社会を実現していくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられており、中央集権的行政の在り方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声は大きな流れとなっている、このような国民の期待に応え、国と地方の役割分担を見直し、国から地方への権限以上、地方税財源の充実強化等、地方公共団体の自主性、 自立性の強化を図り、21世紀にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である、したがって、地方文献を積極的に推進するための,ための法制定をはじめ、抜本的な施策を総力を挙げて断行していくべきである、右決議する、この衆議院での決議は平成5年6月3日、まあ、参議院の1日前なわけでございますが、 この野田大臣はこの決議の1か月半後に衆議院選で初当選なさりました。まさにあの野田大臣の国政での歩みというのが、地方文献の歩みとです、ね、符合しているというふうに私は思うわけでございますが、そういった中で野田大臣にお尋ねしたいというふうに思います。地方文献改革の推進を図る上でのでの、ね、大臣の決意をお聞きしたいと思います野田内閣特命担当大臣。 地方文献改革の推進は、まあ、地域が自らの発想と創意工夫によって、課題解決を図るための基盤となるものであります。地方創生において極めて重要なテーマです。平成5年の今ご紹介いただきました、衆参両院における地方文献の推進に関する決議、これが起点となって、これまで累次の地方文献一括法等を通じて、権限移譲や規制緩和など、 地方の自,主性自立性を高めるための改革を積み重ねて、多くの成果を得てきたと考えています。現在は地方からの提案を広く募集して、その実現に向けて検討を行う提案募集方式を導入して、地方の多様性を重んじた取り組みを行うことで、住民サービスの充実を図っているところです。今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本視点に立って、地方の自,主性自立性性自をを高めめるための取組を 着実かつ強力に進めてまいりますますた個人としては今、今、初当選のときから、長、えーえー、文献があのもう非常に熱心にあの衆参で議論されたことが、私にとっては今でも忘れることができません。そもそも私があの国会に立候補した理由の一つが、やはりあまりに国の力が強すぎて、長、えー、議 見解議員をしていたんですけれどもなかなかやはり地方の個性がそれぞれ発揮できないジレンマの中で、やはり国会を変えていくしかないという、まあ、多くの,あの仲間のみんなが当時は立ち上がって頑張った、そんな記憶がございます、引き続きあの初心を忘れず頑張りたいと思っています大臣、ありがとうございます、初心を忘れずにということがございましたけどやはりあの、ご地元の岐阜はじめですね、当時の県会議員にやられたときから見てです、ね、いろいろな大臣の思いが、 終わりななんだなといいう,うに思いますあの今い、答弁された中で、ですねしっかりと決意を持って進めていくということでございますので、ぜひともよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。え次にあの、これまで11時にわたる地方文献一括法の施行がなされたわけでございますが、えこれにつきまして、どのように総括しているのか、お聞きしたいというふうに思います田崎地方文献改革推進室長。お答え申し上げます。 地方文献改革推進委員会からの勧告を受けた第1次から第4次までの地方文献一括状によりまして国から地方への権限移譲や義務付け、枠付けの見直しなどを推進し延べ367本の法律改正を行ったところでございます平成26年からはそうした成果を踏まえまして地方の発意に根ざした息の長い取り組みといたしまして提案募集方式を導入し導入後の第5次から第11次までの 地方文権一括によりまして、延べ91本の法律改正を行ってまいりました。このうち主な成果といたしましては、例えば農地転用許可権限の異常による手続きの迅速化や、地方版ハローワークの創設による就労支援の充実などが挙げられるところでございます。この提案募集方式は、地方の具体の意見を反映させる仕組みといたしまして、地方側からは地方文献改革の歩みを着実に進めるものと評価をいただいており、 平成4年度につきましても、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。進路委員、えー。ありがとうございます。まあ、平成23年4月の第1次地方分権一括法これあの成立以来ですね。まあ、11時に渡る一例の長文権に係る今総括をしていただきました。まあ、非常に多くの法律とですね。具体的な成果が出てきたということで、やはりその中であの。 まあ国から見たというよりも、提案をしっかりいただいて、その地方の、多様な地方の実情に応じて、きめ細かなその地方分権やってきたんだということ、今、改めてですね確認させていただいたわけであります。まあ、ここであの現在の地方分権改革のベンチマーク、これをバックサイトしてみたいというふうに思います。まあ、お手元にですねあの資料を配布しておりますが、皆さん、委員の皆様、あ,ありますでしょうか。 これは資料1をご覧いただきたいと思います。右の上のにあに資料の番号を付しております。平成26年6月24日に地方文献改革有識者会議で取りまとめられた個性を生かし、自立した地方をつくる地方文献改革の総括と展望、このポイントであります。そしてめくっていただきまして、資料2、枝番で1と2ってありますけれども、の資料2でございますが、これがですね、 ままさにその概要版ででああるわけでありますこの資料1の方にありますとおりです、ね、この取りまとめのところ、まあ、箱のところにありますけれども、この衆参両院、先ほど私は朗読しました参議院の決議がありましたけれども、この衆参両院の決議を起点にして、20年を経過したことを踏まえて、ですね新たなステージにおける地方文献改革の方向性を示したということなわけであります。 そこでお尋ねしたいというふうに思いますまあ、この取りまとめの方針の下でおおむね7年間地方文権改革を進めてきたわけでございますがどのような成果を得たというふうに認識し今後の課題どのように捉とらえているのかお聞かせ願いたいと思います谷崎地方分権改革推進室長お答え申し上げます地方分権改革につきましては平成26年から提案募集方式を導入しそれまでの次元で設置された委員会の勧告に基づく 国主導による集中的な取り組みから、政府としての向上的な推進体制の下、地方の発意に根ざした息の長い取り組みへ転換して、地方の自立性、自立性を高める取り組みを進めてまいったところでございます。この提案募集方式においては、平成26年から令和3年までの8年間で、地方から計3,000件もの提案をいただき、毎年こうした提案に関する対応方針を閣議決定しております。 地方側からも地方の具体の意見を反映させる仕組みとして評価されておるところでございます。一方で、昨年までに提案を行ったことのある地方公共団体の数は671団体でございまして、都道府県は47すべての団体に提案をいただいておりますが、町村につきましては全体の24%にとどまっているのが現状でございます。地方の現場にはまだ課題が山積しており、多くの提案にも結びつく支障事例があると考えております。 今後は、これまで提案の行ったことのない市町村からも、多くの提案が寄せられることを期待しているところでございます。内閣といたしましても、こうした課題を具体的な提案に結びつけていただけるよう支援を行い、地方文献改革のより一層の前進に向け、提案募集方式の充実を図ってまいりたいと考えております。なお、先ほどのご答弁の中で、私、令和4年度についてもっと申し上げるべきところ、平成4年度と申し上げました、えー、次んで訂正させていただきたいと思います。 金道尹、員えー、ありがとうございました。やはりこの平成26年のところで少しこう他人ポイントがあって、まあ、韓国方式から地方からの提案方式に変えていったと、まあもう3000件も超える提案がある中で、少しまあ,あの県はオッケーだけれども市町村レベルでは偏りがあるというご答弁でございました。まあ4分の1ぐらいが提案してて4分の3ぐらいはまだだということでございますので、やはり意識の差だとかあるいは市町村日々の業務で もう目一杯でですね、なかなかこの目が向かないというところもあるんだろうと思います。普段思っていることでもなかなか提案となると、このしっかりと決算上げながら、首長さんの理解を得てやっていく、あるいは首長さんの思いを落としていく、いろいろ困難があるんだと思います。ぜひそういった今の課題につきましてもです、ね、またクリアできるように、お取り組みを進めていただければというふうに思います。そこであの次にあの今回提出のです、ね、第12次地方文献一括法案の 中身これ、改正事項のカテゴリー分類しているわけでありますが、これを見ると、事務負担の軽減に資するものというのと、効率化・利便性向上に資するもの、この2つのグループに対別されるというふうに思います。この取りまとめの目指すべき方向の本質っていうのは、資料2の2、最後のページのところありますけれども、この左下のところにです、ね、目指すべき方向っていうのがあるわけであります。 この中には、権限以上とか、ですねやはり規制緩和、さらには地方税財政の充実強化、まさにこれ、地方文献の本質ということなんだと思いますが、こういったことをですね目指すべき方向として示しているわけであります。これはまさに理解するところでございますけれども、ただですね、先ほどの確定カテゴリーを見てみると、なんとなくその国が目指すべき地方文献の本質と、地方が 日々この実感して実際に求めている地方文献の姿に、多少その乖離があるんじゃないかなという気もしないわけではないわけであります。この点、のどのように受け止めているか、お聞かせ願いたいと思います田崎地方文献改革推進室長。お答え申し上げます。地方文献改革におきましては、住民に身近な行政は、できる限り地方に委ねることが重要であると考えておりまして、その意味におきましては、委員がご指摘のとおり、権限以上と規制緩和、重要であると考えております。 平成26年の提案募集方式の導入以降、これまでの地方文献一括におきまして、国から地方への権限以上に関しまして、53の法律を改正するなど、この権限以上につきましても、着実に取り組みを重ねてきているところでございます。一方で、近年では行政課題の複雑化、多様化等に伴いまして、地方の業務負担が増大しておりますことから、近年の提案募集では、地方からの提案のうち、9割を超える部分が、 宣言以上でではななく義務付け枠付けけ枠を求めるるものととっていいころでございます現時点で、提案募集の成果は、地方側からも評価されているところでございまして、こうした取り組みは地方の実性自立性を高めることに貢献しているものと考えております。今後とも提案募集方式の充実などを通じまして、地方文献改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと考えております。新田委員 えー、ありがとうございますやはり9割方がその義務付けだとか、そういうことをやはりこう廃止してほしいという要望だというふうにご答弁ありました。えー、やはり事務の煩雑化ということも随分あるんだろうというふうに思います。ぜひあのこの地方文献の中で、デジタル化ということも重要なんだと思います。事務を簡素化していくという中で、もちろんその根拠になるいろいろな法律、聖書えー、その中の義務付けの部分を少し緩めながらですね、それ,それによって、 むしろ地方が主体性を持って、事務が増える場合もあるかもしれません。ぜひですね、事務量をこのしっかりと適正にしながらです、ね、必要な手続きが早くいくようにということ、そこは地方が望んでいる姿かなというふうに思いますし、またやっぱり引き続き、この53の法律あの、いわゆる権限以上あったということですが、そういったことにもしっかりと目を向けながらですね、進めていかなければならない、このように思っております。えー、次に資料2の1のところでございますが、少しあの細くなって恐縮なんですが、 資料2の1の右側にですね、あの箱が5つぐらい並んでるんですが、この中のです、ね、この2つ目の地方の発意に根ざした息の長い取り組みへということで、先ほど来、再三、この提案募集方式に転換したんだということ、強調されております。この地方からの提案募集方式を導入した中で,です、ね、この部分の効果と課題、どのように唱えているか、ちょっと深掘りしてあのお聞かせいただければと思います。 田崎司法文献改革推進室長お答え申し上げます、えー、ご案内のとおり、先ほどから申し上げているように、平成26年から提案募集方式を導入したところでございます。この方式につきましては、地方側からも評価されているところでございますが、これも先ほど申し上げましたとおり、まだ提案を行ったことがない市町村が多いということが課題であると考えております。 内閣府といたしましては、市町村の現場の課題を具体的な提案に結びつけていただけるよう、支援に取り組んでいるということでございます。具体的に申し上げれば、まず、提案に先立って行います事前相談の中で、地方の現場での主張や問題意識を丁寧に汲み取るとともに、地域の課題発見や解決能力の向上に結びつくよう、都道府県などと連携した市町村向け研修会の実施、提案募集方式について、 実例を含め分かりやすく解説したハンドブックや、具体的な提案実現の成果をイメージしやすくするための成果事例動画の作成など、提案の検討を支援するためのーツールの充実など、さまざまな地方支援の取り組みを実施しているところでございます。今後とも地方の声に十分耳を傾けながら、提案のおの拡大に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。ん道いん。 えー、ありがとうございますやはりここでも課題は、やはり76%の提案しない市町村こう、こういった市町村にどのようにまた、この提案に至るまでの研修なり、啓発をしていくかということだろうというふうに思います。まあ、ただあの、もう提案せねばならぬということが目的化すると、またあのおかしなことになると思いますから、たぶん、市町村県国とのいろんな事務がある中で、日常的にやっている事務があって、その中でなんかこう、使えているところがいっぱいあってですね。 そこをもう、う使えているところをクリアするためにみんなで頑張るんだけれども、しかし、ちょっとそこを変えると、その使えているところがなくなるんだよっていう、こういう日常的なですねあの業務の中から提案に至ることをですねあのしっかりこう見つけ出していくっていう、そういうことも必要なのかなって思います。もちろんそういうこともいろいろとその研修だとか、そういったあのマニュアルみたいなところにもあの載ってるのかもしれませんけれども、やっぱり日常業務の中で、 日常業務の中からの気づきが、ですねそういったこの改革につながっていくということ、重要なのかなというふうに今、ご答弁をお聞きして感じたところであります。まあ、次にこの同じ資料2の1のところで、ですねやはりこの提案募集方式とともに、ですねこの3つ目の箱にあるように、地方の多様性を重んじた取り組みということで、このまあ連携と補完によるネットワークの活用、これ、極めて重要なんですが、ここで手上げ方式の導入ということが謳われております。 この手上げ方式の導入ということにつきましてあのこの課題なり効果なりですね、課題どのように捉えられているかお聞かせ願いたいと思います田崎地方分権改革推進室長お答え申し上げます権限上に当たりましては国と地方の役割分担の明確化の観点から基本的には全国一律に行うことが基本であると考えております一方で地域特性や事務処理体制などに差があるなど 全国一律の異常が困難な事務権限につきましては、個々の地方公共団体の発意に応じまして、選択的に権限異常を行う、この手上げ方式を導入しているところでございます。例えば、農地転用許可の権限につきまして、第5次地方文献一括託によりまして、申請を行って農林水産大臣に指定された市町村に、都道府県と同様の権限を異常することとしたなど、手上げ方式による権限異常は、 新たな突破口の1つといたしまして、一定の成果を上げていると認識させております。この手上げ方式は、異常される事務権限の性質に応じて検討されるものでございまして、権限移情を検討する場合における、全国の多様な行政需要に対応する選択肢の1つとして考えております。今後とも、この方式を活用しながら、権限移情を推進していくことが重要であると考えております。清水委員 ありがとうございます私はこの手上げ方式ということにすごい注目しておりまして、あの一般の事務事業をやるときも、ですね、まあ、素晴らしいこの先導的なものがあっても、一律には進まないと、やはりこのモデル地区を作って、ですねそこの効果をしっかり見ながら広めていくというやり方、よく取られるんですが、やはりこの志望文献の中でも、ですねやはり全国一律に広げるのは極めて厳しい状況だけれども、あのこ,のとこ,この地区だったら、 うちはできるよっていうところをしっかりやっていくことによって、ですね効果が見える化してくるわけですので、そこからまた追随するところはまた手を挙げていく、うちはいいっていうところはやらなくていい、まあ、そういうあの地域の実現に応じた、ですねあのこういったこの手上げ方式っていうのは、極めて現実的だし、そこに踏み切って今、実施されていることについては、非常に私は警報をしたいというふうに思いますし、あのここの部分の効果ということもですね、 ぜひままたた広めていいいだければとううふうに思います、まあ、これ、特区のところにも少し関わるところがあるかもしれません、全国一律ということは前提なんだけれども、やれるところはやってみるというのも一つやり方としてあるのかもしれません。あのぜひこの手上げ方式ということ、提案募集方式とともにです、ね、あのしっかりこの、もうやってから10年近く、7年ですかね、経っていくわけですので、あのまた先ほどの76%の市町村への周知も含め、しっかりと進めていただければというふうに思います。 そこであの少しあの切り口を変えまして、野田大臣にお尋ね申し上げたいというふうに思いますが、やはり今、ポストコロナの社会、どう描いていくのかということ、もう言ってるうちになかなかコロナの,この収まらない、収束しないという中で,で、皆さん、大変な思いをされているわけでございますが、そこはしっかりやっていくことはやっていくことにして、やはり我々その政治あるいは国会の中では、常に前を向いて、ポストコロナということを見据えた検討していかないといけない。 同時並行的にやっていいいいいかないといけないととけ思いますそこで、ポストコロナを見据えました、ですね地方文献改革の展開方向、これ、どのように考えられているのか、非常にちょっとこう、難しいかもしれませんけれども、例えば、今、私があの取り上げた平成26年の有識者会議の取りまとめの方向性、本当にこれでいいんだろうか、もう少し軌道修正するところあるんだろうかというようなところで、少しあの大臣のご見解をお聞かせ願いたいと思います。 野良内閣担当大臣あの今、お話をしていただいている平成26年からで、えー、導入している提案防止方式、これはあの法律事項だけではなくて、聖書類とか通知等も対象として、えー、おりまして、さまざまな分野にわたる地方からの提案に対して、まあ、きめ細かく実現、対応しているところ。 でありますで、方側からも地方文権改革悩みを着実に進めるものと評価をいただいていますで、あの委員ご指摘のとおりあの今般の新型コロナウイルス感染症対策等、えー、地方公共団体の事務が逼迫する中にあってまあ、地方からは義務付け枠付けの緩和により地方の自由度を高め事務負担をできるだけ軽減してほしいまあ、そういう声が高まっているものと私は承知しています でこのため、令和4年の提案募集におきましては、計画策定等における地方の自由度を高めるとともに、デジタルのさらなる活用により、地方の業務をできるだけ効率化、そして簡素化して、地方創生の担い手としての100割を強化する、その観点から、計画策定等とデジタルを重点募集テーマとして設定しており、地方からの提案を募っているところであります。 引き続き地方の声にしっかり耳を傾けながら、提案募集方式の充実等を通じて、地方分化改革を着実かつ強力に推進してまいりたいと考えています進路委員大臣、ありがとうございます。やはりこのポストコロナとったことについても、まあ、ウィズコロナもそうなんですけれども、まあ、提案募集方式っていうのは、結構やはりこれ、効果的だったということなんだろうと思います。地方の思いをしっかりとお聞きいただいてですね、であの改めるところ、どんどん改めながら。 さ,あさりながらさらをちょっと誤っていくと、また変な軌道になってきますので、ぜひあのそこをよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。次に、コロナ禍等を踏まえましてですね、まあ、今、ウクライナ危機なんていうこともあるわけですけれども、現状の国と地方の役割分担、これ、地方自治法の中に規定されていますが、国の事務、地方の事務あるわけですけれども、この現状の国と地方の役割分担のあり方を検証してですね、 必要に応じて、もう少し幅広に役割分担について再検討すべきというふうに、私自身も思うことがあるんですけれども、これについてはどのような見解を持ちか、お聞かせ願いたいと思います安倍審議官。お答えいたします。地方自治法におきましては、国は国際社会における国家としての存立に関わる事務の実施など、国が本来果たすべき役割を重点的に担うこととしつつ、 住民に身近な行政ができる限り自治体に委ねることが基本とされてございますで今般の,あの感染症対応をめぐ,めぐりましては自治体の創意工夫による対応策が国や他の地域に取り入れられる一方で 国と地方、あるいは自治体間の関係のあり方や、役割分担をめぐる課題も指摘されているところだと認識してございます。先般発足いたしました第33次地方政策調査会におきましては、社会全体のデジタルトランスフォーメーションの進展でございますとか、今回の感染症対応で直面した課題等を踏まえまして、ご指摘の役割分担のあり方を含めまして、 国と地方自治体、えー、および自治体相互間の在り方などにつきまして、調査、審議がなされるものと考え,てござい考えておりまして、総務省としましても幅広く有意義な議論が行われるよう、取り組んでまいりたいと考えております神道院ありがとうございます。まさに今、ご答弁いただいたようにあの、デジタルトランスフォーメーションを含めて、いろいろ社会経済情勢変わっていきますので、それに応じた形で、本当に幅広いに、ね、検討していっていただきたいなというふうに思います。 私自身は全国もありながらです、ね、やはり最近頻発し、激甚化している自然災害の備え、あるいは不幸にしてです、ね、被災した場合のです、ね、迅速な復旧だとか復興、これは極めて必要性高いわけであります、まあ、さらに今、ウクライナ危機ということがあって、まあ、エネルギーの危機、あるいは食料安全保障体制構築、まあ、小麦の価格も上がってくる、とうもろこしも上がってくる、市民生活に非常に大きな影響を与えているわけですけれども、 そういったことの、食料安全保障体制の構築等の緊急性を踏まえれば、ですね、まあ、これはあの、国と地方の役割分担、今、ご答弁いただいた中での検討なされているんでしょうけれども、まあ、ヨーロッパで言われるような保管性の原理みたいなところ、あれ、補完性の原理でやっていくと、国の事務、いっぱい増えてきますよね、多分今、対応できなくなってきていることが多いので、まあ、しかしながら、今のルールの中にあっても、ですねやはりこの緊急時、あるいはこの何ていうんでしょう、 まさにあの平常でないときの状況も含めて、ですねやはり国が責任を持ってちゃんとやるんだと、地方分権だから、地方はどうぞどうぞってやるのもいいんだけれども、ここは国が責任を持ってやるから、あとは連携してやりましょうっていう、そういったあの役割分担プラス連携っていうことも、ですねこれ、しっかりやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。あとはあ地方といっても、ですね、まあ、普通地方公共団体、あとまあ特別区の特別もあるわけですけれども、 まああの普通、地方公共団体の中では政令指定都市、中核市、あと過疎地域の市町村になってあります、まさに多様な地方であります、そういった中で、やはりこの提案方式ということなんだと思いますが、やはりこの地方税財政充実の強化ということを考えると、私もあの関心持っている森林環境常用税だとか、ああいった仕組みなんかもですね、もう少しあのような仕組みみたいなことも生かしながら、もう少しこの地方の 財源の事実ということも考えるる必要あるのかなこれはさらにです、ね、検討していくべき課題だというふうに考えております。まあ、それではあの今回の,あのテーマの中の第12次地方分権一括法案の中身について、いくつかお尋ねしたいというふうに思います。まずあの住民基本台帳法の改正によりまして、えー、住民基本台帳ネットワークシステムを利用できる事務に、水道法、国土調査法、それから 空き家法に基づく事務を追加することによりましてまあ、住民や市区町村の事務負担がどの程度軽減されるのかお聞,お聞かせ願いたいと思います安倍審議官お答えいたしますえ住民基本台帳法の規定によりまして地方公共団体情報システム機構 J リス と略称で言われますけれども、は、同、えー、法に規定されました事務の処理に関しまして、地方公共団体等から求めがあったときは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用しまして、住所等の本人確認情報を提供することとされてございます。で今回、あの地方分権一括法案におきましては、先ほどあのお話しございましたように、住民基本台帳法の改正によりまして、住基ネットを利用できる事務に、水道法に基づく指定給水装置工事事業者の申請、 それから国土調査法に基づく知的調査の実施空き家法に基づく空き家等に関する調査等を追加することとされておりますでこれによりまして事業者が申請する際の住民票の写しの添付でありますとか市区町村市区町村等が 土地の所有者等の現住所を特定するために行う住民票の移しの公用請求が不要になります申請者や市区町村の事務負担が軽減されるものと考えてございますで今後も住議ネットの利活用につきましては住民の利便性の増進と行政の合理化に資するよう自治体や関係省庁とも丁寧な議論を行いながら対応してまいりたいと考えております沈丸委員、えー、ご答弁ありがとうございますやはりあの今の御答弁ありましたように相当この住民 そ,うですね、それからあの市区町村の事務負担が目に見えて、多分これ、減ってくるんだと思います、これ、極めて重要なことで、特にあのこういったあの複数のです、ね、水道法だとか、国土調査法だとか、空き家法だとか、そういう複数にまたわるところの手続きの部分を、横串を刺してです、ね、あの負担軽減していくということ、これ、極めて有効な今回の法改正ではないかなというふうに思います。是非あの今の答弁ありましたようにあの 多分もう、もちろんその法改正がしたから終わりじゃなくて、これからが多分重要なんだと思います、こういったことができますよということを周知し、多くの住民、また市町村の事務担当者にもご理解いただき、そしてやはり、あこれだけ効果があったんだと、やってよかったということとと,ともに、ですね、あ、こういうことがまだできるんじゃないかと、他にもまだあるよねということがあれば、どんどん先ほどの提案募集方式でですね上げていただくような。 そういった取り組みっていうのも重要なのかなというふうに思います。まあ、いずれにしましてもですね、あの今までも課題あったところだと思います。ぜひあのしっかりと今回の法改正の趣旨と意義がですね、あの浸透して周知されて、この素晴らしい効果が出るように私も期待したいというふうに思います。あと次にあの土地改良法の改正によりまして、まあ、市町村が都道府県と同様に 災害復旧工事の応急工事計画にかかる議会の議決を不要とすることで、ですね災害復旧工事への着手までの期間が、これ、どの程度短縮されるのか、これ、やはりあの市町村議会の議会というのは非常に今までも課題になったんです今回、不要とするということですから、どのぐらい、ああのどのぐらい短縮されるのか、もしあのしっかりなんていうんでしょう、数値的に言えるんだったら、 あのその辺も含めてあのおいいいたいと思まますす河部長答え申し上げます、えー、今般の土地改良法の改正では、土地改良法に基づきまして、市町村が行う、えー、災害復旧事業において、えー、応急工事計画に係る議会の議決を不要とすることで、えー、災害復旧工事の着手までに要する期間の短縮を図っていく方針でございます。であの 現状でございますが、平成28年度から令和2年度の間に、土地改良法に基づき災害復旧事業を実施した116の市町村に対し、調査をいたしましたところ、議会の規決に要した期間は1か月程度であると。 との回答が最も多く、また、一部市町村におきましては、2ヶ月程度以上の期間を要しているとの回答もいただいたところでございます。従いまして、本法律案の措置は、ただいま申し上げましたような期間の短縮につながっていくものであるというふうに考えているところでございますんど委員、はい、ありがとうございます。なんとなく今、1ヶ月だとか言うと、たった1ヶ月ですかみたいな。 思いを感じられる方おられると思いますこれはやはり、事務をやっている方々にとっては、この1ヶ月というのは極めて大きな期間だというふうに思います。あのこの災害復旧のところには、ほとんど戦場のようにです、ね、あの査定に関する資料だとか、いろんなことをやりながら、本当にもう、ぼ殺されるわけでありますけれども、その応急工事計画のところで、議会に提案っても、ただ提案する部分ありませんから、提案理由を説明し、しっかりまた手続きをしていくということを考えますとですね、 この部分をあの県議会と同じような形での扶養にするということ、これで市町村職員が相当ここは事務量も,も減ってくるのかなと思いますし、何よりもその数字的にもまあ1日でも早くということですから、その部分についてまあ2ヶ月なり平均1ヶ月、短縮できるということは極めて大きいというふうに思います。ぜひあのこういったことも、ですねあの相当、市町村のニーズも分かったとっいうことも、私も受け止めているんですけども、 こういった地方文権の一括法の改正の中で、こういったことができるということです、ございますので、ぜひ多くの市町村の担当、あるいは県担当にも周知していただいて、この法改正の趣旨がですねしっかりと伝わって、しっかりとしたこの事務、そして災害復旧は何よりも早くなされるように、ぜひともお願いしたいというふうに思います。あと次にですね、建築基準法につきましてですね、 これ、今回の改正ということで、この部分は、応急仮設建築物の存続期間を最長2年3ヶ月としていたということでですね、これは今回の文献の提案の中で、市町村等から改善要請が多分出たんだろう、これ、もちろん提案が出てきて、こういうふうになったんだろうと思いますけれども、この部分はやっぱり相当今までも災害あったわけでありますから、 いろんな改善要請が出て,んだろう出てたんだろうというふうに思うわけであります。このです、ね、改善要請の実態、本当にあのいろんな要請がやっぱ出てたんだよというのか、突然出てきたというのか、このへのその実態とともにです、ね、まあ、今回の改正でこの最長2年3ヶ月を超えてです、ね、今度は1年ごとに存続期間を延長可能とできるわけでありますから。 この延長可能とすることで具体的にですねどのようなその効果が見込まれるのかここにつきましてお聞かせ願いたいというふうに思います。しあ審議官お答え申し上げます。あの建築基準法におきましては災害時の基準災害の際に基準の一部を緩和いたしまして。 応急仮設建築物を建築することができて、その場合の存続期間は、特定行政庁が許可によりまして、最長で2年3ヶ月までというのが原則の規定になってございます。あの令和3年の地方文献提案におきましては、昨今、非常に自然災害が激甚化しております。それにに伴いいましてて本格的な復復旧や復興がが長期るる場合が増えている まそういう事情があるということでありますとかまたあの新型コロナ対応の仮設の検査施設等を期限後も存続をさせる必要があるというこういう事情があるというようなお話を受け止まっておりますこういったあのご事情を受けて最長2年3ヶ月というま現行の存続期間を延長できるようにしてほしいまこういうようなご提案が まあ全国13の団体からあったところでございますで今回の改正によりまして、その存続期間を1年ずつまあ延長することが可能となりますので、期限の満了に伴いまして、応急仮設建築物を除却をしたり、あるいは本来基準に適合させるために改修を行うといったようなことなく、まあ、継続して活用することがまあ可能になるということでございます。まあ、これれによりままして例えばでございますけれども まあ応急仮設で学校の校舎を建築したものの、まあ、本格的な校舎の復旧までなお時間を要するというような場合に、 通常ですと、これまでですと仮設の存続期間の満了に伴って、別の校舎を仮設で作るといったようなことが必要だったわけでございますが、今回の改正によりまして、原油施設で教育を継続することが可能になる、こういう効果が期待できます。また、コロナ対応の施設につきましては、適当な立地場所が限られているという中で、今の施設を使い続けることができる。 いうことでコロナコロナへの対応を切れ目なく継続できるまあこういうことが可能になろうかと存じますまあこのようにそれぞれの地方公共団体におきます復旧復興の円滑化に今回の改正が資するものというふうに考えてございます。新野委員、えー、ありがとうございますまあ私も今あの答弁を聞きしてこれはあれですかねあのやっぱりし新型コロナがの仮説とかいろいろあったんでこういうことが出てきたということなのか。 そもそもそのコロナの関係なく、ですね災害対応でこういうことが出てきてて、出てきたんでコロナの対応もできたんだなのか、その,その分、ちょっと確認を差し上げたいと思います。塩見審議官、はいあの 今回の地方公共団体からの提案におきましては、まずコロナの仮設の期限の満了に関する要望があったところでございますが、それに対する私どもからの検討の対応の方針は、コロナの件もございますけど、その他の観点も含めて、幅広に検討したいというお話を回答させていただきました。その私どもからの回答を受けまして、さらに地方団体の方から、コロナ対応に限らず、 災害対応も含めて幅広い対応をぜひしてほしい。まあ、こういうようなご提案を改めて頂戴いたしましたので、えー、最終的には幅広い形で措置をさせていただくということにさせていただいてございます。真野委員、えー、ご答弁ありがとうございます。あの本当にこれあの喜ぶと思います。あの非常にこれ効果が高いというふうに思います。ぜひあのこのまあ、これはもう周知すぐできると思います。あの 今今年からでもです、ね、これ、法改正して施行されると、すぐこれはできるということだと思いますのであの、これは非常に効果的な法改正だと思いますので、ぜひともあの周知をしていただければというふうに思います。まあ、私自身あの、先ほど申し上げましたけれども、この数年です、ね、まあ、地震、豪雨、台風、自然災害の頻発化と激甚化の状況を目の当たりにしてです、ね、またコロナ禍、ウクライナ危機等の状況を直視しますと。 まあ、国と地方の役割分担の見直しということ、先ほどご答弁いただきましたけどこれやっぱり適時適切に行いつつ、ですね私はやっぱり連携、役割りはこうですよ、こうですよって決めるのはいいんですが、これ重要ですけど、どう連携するのかと、どう連携するのかっていうのは非常に、まあ、あの重要で、そこの部分をそのスピード感を持ってやらないといけないということだと思いますので、新たなじめそのルールも決めながら、すぐ、まあ、あのこれ、人間が動かないといけませんから、人間動き、 デジタルも動いていくということでしょうから、そういったことをですね。どん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 やっていきたい、いただきたいというふうに思います。ぜひとも、あの、こういった、あの、取り組みを進めていただきながら。地方分権改革の推進が地方創生に結びつきますように。実効性のある改革となるように、ご期待申し上げまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。この際、委員の移動についてご報告いたします。本日、石田正弘君が委員を辞任され。その補欠として、足立俊之君が選任されました。 立ち番前。